有国期は作家、三島幸男の命日の11月25日にちなんで、有国期実行委員会が毎年開催している追悼集会。有国期実行委員会は、三島幸男研究会に事務局を置いている。1970年11月25日に起こった。 三島幸夫の活腹自決事件を受け、三島を哀悼する有志により、三島幸雄氏追悼の夕べが、同年12月11日に開かれた。この追悼会は、林不散を発起人総代とした、実行委員会により、池袋の豊島公会堂で行われた。これが、後の追悼集会、有告期の起源となった。司会は、川内康則と、藤島康介。 実行委員は民族派学生で集まった人々は3000人以上となった。500人収容の会場に入りきれず、近くの中、池袋公園に集まった。この時は事件に対する政府首脳やマスコミの反応に同調し、追悼参加を躊躇した文化人が多かったという。翌年1971年11月25日、有告期が 林房を発起人代表として球団会館で行われた。名称が、有国期に決まるまでには塩期、塩再期金閣期などの案もあったという。野木神社宮寺、高山隆を採取にした、鎮魂祭、眉積俊郎他の追悼挨拶、喧嘩、映画、炎上の上演、空手や、剣道の放納演舞などが模様された。楽屋には、 三島の父、平岡あずさが、林房を訪ね、礼を述べにやってきたという。以降、遊国期は、毎年行われている。福岡でも1971年から毎年、新目祭りの11月23日には、福岡遊国期が行われている。また、遊国期のほか、毎年11月24日には、野分け祭りという森田筆章の自生の区にちなんで、 名付けられた追悼会も一水会主祭により行われている。2020年10月現在1971年6月にもフランスのパリで第1回のパリ有国旗が竹本忠夫、真湯敏郎、詩人エマニュエルローテンをはじめとしたフランス人有志により開催された。 京都産業大学教授のロマノビルピッタが母国イタリアで日本ロマン派や三島を紹介したことで古代ローマと三島に共通する価値観が研究され始め三島人気が高まったローマでもローマ遊国期が開催された。ありがとうございます。